琵琶湖の固有種ホンモロコ。琵琶湖の魚の中で最も美味しいという漁師さんもいるほど。そして琵琶湖の固有種セタシジミ。家庭の味として古くから親しまれてきており、琵琶湖の特産品としても広く知られています。でもホンモロコの漁獲量は平成6年頃まで200トンから400トンでほぼ安定していましたが、平成8年には96トンと急激に落ち込み、その後も減少が続き、平成16年には5トンまで低下。セタシジミの漁獲量もピークの昭和32年には6072トンが取れましたが、その後は減少の一途をたどり、平成24年には28トンにまで減ってしまいました。なんとかホンモロコやセタシジミの資源回復を図りたい。滋賀県では新たな取り組みがスタートしています。今週のテレビ滋賀プラス1は、にぎわいを取り戻せホンモロコセタシジミの復活と題して、その取り組みを紹介します。始まりましたテレビ滋賀プラス1、司会の桂光雀でございます。今日もよろしくお願いいたします。はい、リポーターの鶴渕さやかです。よろしくお願いします。お願いします、はい、今日はホンモロコのとセタシジミのお話ということなんですが、召し上がったことはありますか？それですわ、小さい頃からね、あの身近な食材だったような気はするんですけど、はい、モロコも食べてたんですけど、うん、それが本モロコだったのか、うん、偽モロコだったのか、偽モロコってまあ定かではないんですけどね、はい、確かに美味しい食材ですからね。でもそれが今は漁獲量が減っていて、特に天然の本モロコだと高級魚になっているそうなんですよ。なかなか食べられない。残念なことです、うん、はい、そこで今日はですね、本モロコとセタシジミについて県の取り組みをご紹介していきます、はい、滋賀県水産課漁場環境資源担当の主任技師久米博人さんにお伺いしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。なんか体がごっついですね。なんか元高校球児かなんか、いや、あの元柔道部。柔道部ですね。やっぱりそれででかいんや、はい、バリバリやってはんやろうねいやいや、ホンモロコの何か取り組みをしていらっしゃるということなんですが、はい、どういったことを、はい、今県の方では、はい、南湖のホンモロコにぎわい復活事業ということで、はい、昨年からその取り組みを始めております。ほうほうほう、にぎわい復活やからかなり力を入れてやってるんですね。そうですね、はい、ホンモロコというのは琵琶湖大橋より南の南湖を、はい、産卵場所として、はい、今絵が出ております、はい、しているんですね、はい、で生まれてしばらくはその南湖で、育って、その後8月頃から北湖の方へ、移動して、まあ、主に冬場は北湖の深いところで住んで、また春になると、親となって南湖に戻ってくる、はい、そういう生活をしております。回遊をしてるんですね。そう、皆さん言うときますけど、これは南湖をちょっと大きめに描いてますから、ね、はい、そうですね、お間違いなきように、はい、あんな形になったんかって驚いてある方もいるかもしれない。ただ今どうなんですか、南湖の方にホンモロコっていうのは発見されてるんですか？今あんまり漁獲はほとんどされてないです。それを何とかしようという事業ですね、はいはい、その VTR をそれでは今から見ていただきましょう。南湖のホンモロコにぎわい復活事業は平成25年度からスタート。取り組みの柱は2つ、水草の刈り取りと種苗放流。水草の刈り取りは、これまで湖岸近くの水草を刈り取っていたものをホンモロコの通り道である南湖中央部にまで広げ、琵琶湖の水の流れを改善し、ホンモロコ稚魚の北湖への移動を促そうというものです。近江環境保全財団、そして山田漁協と片田漁協が協力して、マンガンと呼ばれるシジミ漁の道具を使って湖底に生える水草を根こそぎ刈り取りました。次に種苗放流。南湖の生けすで育てられた118万尾の稚魚を水草を根こそぎ刈り取った南湖の中央部、稚魚が北湖へ登っていく通り道に放流しました。そして稚魚を放流した結果を調査。昨年9月から12月、北湖で刺し網と底引き網で漁獲された7875尾中48尾が南湖で放流されたホンモロコでした。どのように南湖で放流した稚魚だと確認しているのでしょうか。滋賀県水産試験場を訪ねます。こんにちは。はい、こんにちは。放流した稚魚の調査を今されているということなんですけれども、はい、
どうしてこの本もろこが放流されたものだと分かるんですか？はい、この本もろこのですね、耳のところに耳石というちっちゃいちっちゃい骨がありまして、はい、ちっちゃいここにですね、標識印がついておりまして、肉眼で見ても普通にしか見えないんですけど、はい、これはある紫外線を当ててやると赤く光ります。アルファベットで ALC って書きますけど、アリダリンコンプレキソンっていう標識の方法があります。そういう薬品があって、それに生きたまま魚をつけてあげると、この頭蓋骨の中にある耳石っていうところに、まあ、色がつくという状況です。太田さん、こちらに映っているのがさっきの耳石ですか？はい、これが先ほど の耳石の顕微鏡で映したところなんですが、普通の光ですとこう、こういう感じで見えるんですが、はい、これをですね、はい、光線を当ててやると、はい、ここに真ん中にリング状のものがあります。赤く光ってますね、はいはい、これがマークの印で、はい、その放流したってわかる印です。へー、こうやって取り出して、はい、顕微鏡で調査して光を当てて、はい、ようやくわかるっていう。そうです。こうやって放流したホンモロコが帰ってくるっていうのが確認できたということは、やはり水草の刈り取りと稚魚の放流の成果が出ているっていうことでしょうね。はい、じゃあ私もそういうふうに考えております。はい、水草の刈り取りとかの効果だと思っています。北湖での漁獲物調査の後、実際に南湖へホンモロコが戻ってきて産卵しているのかという調査も行われました。今年の3月から6月にかけて刺し網で捕まえたホンモロコ72尾中23尾が南湖で放流したものであることが判明し、産卵状況調査でも南湖旧草津川河口の柳の根に産み付けられたホンモロコの卵を確認できています。今 VTR の中にあったんですけど、7000数百匹の中で40何匹が見つかったということなんですが、これはその授業としてはその成果をどう見てはるんですか？全体も調査しているのはごくわずかな量なんですけれども、はい、琵琶湖の南湖で、まあ、今までも放流してきたんですけど、まあ、それが北湖まで行ってそこで漁獲されているっていうこと自体、はい、かなり貴重なことなんです。今まではなかったっ、今まではそこまで成果は全然出てないんです。はい、ほなもう捕まえられただけでもすげえっていう感じのことなんですね。はい、いやそれわからんもんやから、あんだけたくさんのうちでちょっとだけなんかとかいうふうにね、こっちは思ってしまいがちですけど、そうではないんですね、実は。はい、でしかも今回は卵まで見つかったということなんですよね。はい、はい、そうですね。この授業始まる前に水産試験場の方で念入りにちょっと卵を、産卵を確認調べたんですけど、それも全然見つかってなくて、それが今回13年ぶりに南湖の場所で、産卵が確認できたということです。こうやっていい結果が出ますと、漁場の改善や資源の復活に取り組んでいる漁師さんたちにもすごくやる気が出ますよ ね。そりゃそうですよ。それ漁師さんにとってもらうと、もうみんなでね、たくさん食べないかんね。そうですね、はい、食べていかんと。ありがとうございます。これからもどんどん授業進めていってください。はい、真面目な方よ、さっからここの汗見てよめくりたいわ、ほんまものすごい。いやいや、拭いておいてください。いやいや、これは授業も真剣に取り組んでくださっていることだと思います。はい、ほんまにこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。では続いてはセタシジミの資源回復の取り組みについてお伝えします。はいな。かつて家庭の味として親しまれてきたセタシジミ、近年その漁獲量は激減、食卓からは遠い存在になってしまいました。そこで取り組まれているのが種苗放流による資源増大手法の開発です。やってきたのは琵琶湖最大の内湖である西の湖。石崎さん、今から何をするんですか？はい、今からこの、シジミの親貝ですね、西の湖の真ん中辺にあるところに行って、これを西の湖に吊るします。はい、これ吊るしてどうするのが目的なんですか？吊るしてこの西の湖で親貝を取らせます。はい、で太った親貝をまた琵琶湖に持って行って産卵させると。琵琶湖に比べて非常に栄養、まあ、餌が豊富でシジミもよく太ります。へー、
っぱり太った方が産卵にもしっかり力を蓄えられると。そうですね、太った方があのよく産卵するという研究結果もありますので。まあ、この実験も、まあ、今年からということなんですけれど、はい、やっぱりしっかり産卵につなげられるかどうかっていうのは。そうですね、ここで太らした親貝がちゃんと琵琶湖に持っていった時にしっかり産卵しているのか、うん、そういったことを調べるのが、まあ、今回の事業の大きな目的でもあります。今年放流された親貝の産卵状況は滋賀県水産試験場で調査しています。石崎さん、今こうやって違いを探しているんですよね。そうですね、こうやって砂の中から違いを探しているところです。でもこの中からシジミっていうのは見つかったらどういうふうに見えるんですか？シジミが見つかりますとですね、はい、これはもう見つかったシジミだけを取り出したものなんですけども、ちっちゃいけどしっかりシジミの形していますね。そうですね、模様も、はい、はい、大体 0.3 ミリぐらいなんですけども。でもどうですかね、今後の効果とか成果っていうのは。調査したですね、この付近では違いが増えている傾向がありますので、今後シジミの資源が増えていくことが期待できると思います。いや、ぜひ、増えてほしいですね。その他にも琵琶湖にポールを立てることでセタシジミの生存・成長に有効な環境を作り出す実験も国の研究機関や京都大学と共同で行っています。セタシジミを増やすためにいろんな角度からなんか事業を展開してあるんですね、うん、はい、ねえ久米さん。おお、違うか。違います。誰に変わらんか、はい、ご紹介しましょう、はい、セタシジミについてはですね、はい、滋賀県水産試験場の桑村邦彦さんにお伺いしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします、はい、さあ今 VTR にもありましたように、はい、琵琶湖にポールを立てるだけでシジミにとっていい環境になるかもしれないということなんですね。はい、今ご紹介ありましたように、シジミの親貝を太らせてたくさんの卵を産ませるという取り組み、そしてもう一つがこのポールを立てるという取り組みなんですけれども、はい、ポールを立てることによってシジミの住む環境を良くしてやろうと、そしてシジミの自然の回復力で資源を増やしてやろうという、そういう取り組みをしております。ポール立てるだけでそのなんか集まってくるんですか？実はこれ海の方でですね、はい、アサリの漁場に竹の棒を立てたりとかですね、はい、あと海苔の養殖場のポールとか網の近くに、アサリがたくさん取れるというそういう事例があるんですよ。そして実際琵琶湖の漁師さんも、はい、襟のポール、ポールがたくさん立って漁具があるんですけども、はい、その近くではシジミがたくさん取れるという話もありまして、うん、それをこの実験事業の中で明らかにして、将来はその事業に結びつけていきたいなというふうに思っております。面白いな。ほんなどんどんポールが立つ可能性もあるわけやね。そうですね、あらゆるところで、はい、面白いな、うん、でもホンモロコもセタシジミも琵琶湖そして滋賀県を代表する特産品ですから、はい、ぜひとも復活してほしいですよね。そうですね、ホンモロコもシジミも大変おいしい古魚ですし、そうですね、いろんな古魚で琵琶湖ににぎわいを取り戻して、うん、皆さんに魚もたくさん食べていただきたいと思ってます。これから増やしていきますので、はい、頑張ります。よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました、はい、どうもありがとうございます。さあ続いてはキラッと滋賀をお送りします。琵琶湖の魚が美味しく食べられるお店を紹介いたします。秋も深まって琵琶湖からの風もだんだんと冷たくなってきました。琵琶湖はこの辺りから瀬田川へと名前を変えていきます。私が訪れたのは滋賀県立琵琶湖漕艇場。ボート競技やボート教室などが行われ水に親しむことができるスポットです。漕艇場の近くではシジミ漁も行われているようです。そんな琵琶湖の幸や地元産の食材を味わうことができる巻き釜キッチンペロッタ、琵琶湖漕艇場の一角に去年オープンしました。今日は滋賀県産の食材を使ったイタリアンが食べられるということでやってきたんですが、はい、なんで滋賀県産の食材だったんですか？はい、まずこの琵琶湖漕艇場という建物自体が、滋賀県の建物、そこの一角をお借りしているのが一つと、で産地が近いということで、より新鮮なお野菜で古魚なんかも、県内の方でもなかなか
古魚は食べられる方、若い方とかは少ないと思いますので、そうですよね、はい、ぜひそれを広げていけたらなっていうのが一つありまして、滋賀の野菜とかお魚を使わせてもらってます。では早速お料理をご紹介いただきましょう。まずは、わあ、グツグツ言っていてすごく美味しそうですね。はい、ありがとうございます。これはエビですよね。そうですね、こちら手長エビのオイル煮っていう料理なんですけど、はい、あの琵琶湖産の手長エビに、少しニンニクとアンチョビの効いたオリーブオイルで、あの手長エビをグツグツ煮た料理です。はい、すっごくもういい香りが、はい、手長エビというだけあって、こうこの長いのが、そうですね、特徴です ね。いただきます。うん、殻がサクサクでエビの旨味がすごく凝縮されたような感じですよね。はい、でも琵琶湖の手長エビって取れるんだっていうのが私、うん、あのちっちゃいエビとかでしたら結構浅瀬で見るんですけど、うん、実はいるんだっていうのを、はい、うん、続いて出てきたのは美味しそうなパスタ。こちらセタシジミのボンゴレっていうパスタなんですけど、はいはい、本来ボンゴレっていうとイタリア語ではアサリっていう意味なんですけど、ちょっと定義からずれますけど、セタの特産品であるシジミを使える料理ということで。いただきます。うん、本当に麺の方にもしじみの美味しい出汁が出てますね。今まではお味噌汁とか炊き込みご飯でしか、ね、しじみって食べたことなかったので、すごく新鮮な感じがします。こちらは何ですか？こちらは琵琶湖で獲れたワカサギのフリットという料理なんですけど、うん、身がホクホクしてますね。うん、こうして古魚をお店で出した時のお客さんの反応ってどうですか？そうですね、なかなかご自宅で召し上がる機会がないので、あの結構喜んでいただいてる反応は、うん、いただいてますね。はい、琵琶湖の幸をイタリアンでいただく、定番の食べ方もいいですが、こうした新しい食べ方で古魚のファンがさらに増えるといいですね。美味しそうやね。美味しそうでしたね。手長エビすごかったね。手長エビしかもいっぱい入ってましたね。ねえ、美味しそうでしたね。ちょっとまたぜひ4人で宴会行きたいですね。あ、いいですね。いや、今日は、はい、ね、セタシジミとホンモロコの事業についてお話聞かせてもらいましたですが、はい、何か一言、まあ、熱い思いを。あのホンモロコはまた今年も引き続き実施してますので、はい、うん、まあ、さらにあの産卵もホンモロコも増えるような、はい、あの取り組みに続けていきたいと思ってます。あ、期待してます。やはりね、ホンモロコもそうです、セタシジミも、もう琵琶湖の滋賀の特産品ですから、はい、もうどん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 増やしていってほしいなと思いますよね。そうですよね、サンジ。そうですね、あのこんなあの鯉を使ってくれるお店がたくさんまた増えていくといいですしね。そして私たちもたくさん食べられる。そうそうそう、宴会も何回もできる。宴会はもういいですから。日が荒れたら、はい、セタシジミ、はい、ね、ね、落ち着かせましょうね。では次回のテーマいいでしょうか？はいはい、どうぞ。はい、次回はですね、琵琶湖ソースについてお伝えしていきます。はいな、それでは皆さんまた次回、さようなら。今日は4人バージョンでさようなら。